令和の横山レイナ。皆さんこんにちは、大分の高っち親方です。今回はハロプロ写真集紹介です。今回で3回目、3段目は、3段目というとなんか相撲力士みたいですけども、3回目はモーニング娘。20の横山レイナさんの写真集、レイナイズ 18N2S ご紹介いたします。実際発売されたのは2019年の8月でございます。まあ私はまあその頃買ったんですけども、まだきちんと紹介はしておりませんでしたので、まあちょっと約1年遅れではございますが、まあ皆様に少しでもですね、この魅力やですね、この写真集横山レイナさんのことを知っていただければと思いましてご紹介いたします。もう本当におすすめの写真集で、私が初めてハロプロで買った写真集がこの横山レイナさんの2枚目の写真集でございます。このですね、NTS でございますので、皆様にご紹介いたします。まあ、そして合わせてですね、まあ、こちらがメインになるんですけども、横山レイナさんの紹介や、その横山レイナさんとの思い出についてご紹介いたします。個人的な内容がまあ多いですけれども、少しでも皆様に魅力が伝わればという思いでご紹介いたします。最後までお付き合いよろしくお願いいたします。まず横山レイナさんのご紹介をいたします。2001年2月22日生まれ、確か2時16分までかなんかで、もう6、7秒ですね遅かったら2時22分生まれと2続きだったというお話もございます。埼玉県出身のモーニング娘。のメンバーでございます。モーニング娘。13期メンバーでございまして、モーニング娘。はワンセブンから正式にですね活動しております。この前横山はですね、本当に笑顔がですね特徴的でございます。13期で一緒に加入した加賀楓ちゃんと、まあ、カイリーとですね横山のコンビというのは本当に尊いです。仲良くてこう夫婦のような感じですよね。まあ、デコボココンビでもございます。このですね、ぜひ動画ネット上でもございますけども、13期がですね、この加入をサプライズで受ける場面がございます。このね、場面はもうぜひ一度見てください。もう感動します。まあ、カイリーのね、苦労が報われたというところも、ね、そこで感動するところもありますし、横山はですね、まあ、一度、オーディション落ちてですね、研修生2、3ヶ月して、スピード合格して、まあ、その時にもですね、横山涙流してるんですが、この加入発表の時のこの横山、こう、少女でこう、切れ目がキラキラしてて、清楚な感じの横山がもうほんと大好きで、まあ実は私昔好きだった子にもちょっと似てるということがありまして、まあそこから横山に興味を持ちまして、写真集を買うレベルまでなりました。ですね、まあ、実際ですね、横山レイナさんですね、まあ今言ったようにですね、結構見た目はこう、青春派ですね、真面目正統派な少女なんですけども、中身はメンバー曰く、結構、親父臭いというふうに言われてます。結構、横山性格ぐいぐい前に出てくるタイプのですね。出しゃばるというかですね。まあ、可愛いという、キャラというか、まあ本人はもう、私はもう可愛いからっていうふうに、ね、ほんとアイドルらしい発言をしてますし、どんどんこう面白いギャグとか、で、カイディとかにどんどん突っ込んでくるところがですね、私は好きなんですね。まあ、私もその、結構、ギャグを言って、受けないタイプなんですけども、というと、非常にまあ、おこがましいんですが、横山もね、いろいろ面白いこと言って、なかなか受けない、まあ、いわゆる滑り芸に近いところもあるんですけども、それでも、自分を貫き通す、この鉄のハートですね。これが本当素晴らしいなと思います。芸人長野さんやですね、ダチョウ倶楽部の上島竜兵さん、出川哲朗さんみたいにですね、会場がしらーっとなっても、どんどん我をね、貫き通す。このね、鉄のハートは私も見習いたいと思います。まあ、一回目の写真集、一回目の紹介の、ビヨンズの山崎ゆはねちゃん、そして、二回目はモーニングと同じく通電の森戸千咲ちゃん、そうなんですけど、見た目はね、こう、正統派とか、かっこいいとか、かわいいってあいつつも、やっぱり意外と面白かったり、ね、気が強かったりとかいう、この、やっぱ、ハロプロメンバー、見た目と、この、中身とのギャップというのも、非常に魅力的だなというふうに思っております。まあ、私が横山レイナちゃんと会ったことある、実際に見たことあるのは、まあ、一度だけのみです。2019年の秋、モーニング娘。ワンナイン、秋ツアー、心&体、大分公演での曲一コマです。まあ、MC がですね、13期、14期、15期が集まって、
クリスマスの思い出を語るというエピソードでございます。前にちょっと横山のですね、エピソードは私ちょっと忘れたんですけども、森とちいちゃんがですね、ちっちゃい頃ヒーリーズ、ローラーがついたシューズが欲しかったということで、まあお願いしてたということに納得、まあ共感してたのは覚えてます。横山玲奈ちゃんと森とちいちゃんっていうのは本当仲良くて、横ちーというね、いう名前でして、身長もね、同じ152センチぐらいでですね、ちっちゃくて仲いいですし、ちょっと横山がですね、いろいろ不幸事とかあって落ち込んでる時に、森とちいちゃんがこうずーっとね、そばにこう慰めてくれたという、尊い関係もありまして、この二人は本当面白いですね。森とちいちゃんの、セイチーズという写真集につきましては、私も別、2回目でレポをしておりますので、もしよろしければご覧ください。それではいよいよ写真集のご紹介です。レイナイズ18、まあ、18歳ということですけども、N to S。N とはノース、北海道です。で、S とはサウス、沖縄です。ということで今回は、北海道と沖縄、まさに北と南で撮影されました。いいですね。もう北海道と沖縄に私も行きたいですよ。YouTuber のヒカキンさんが一回ですね、一日で札幌のラーメンと沖縄の海を堪能するというね、プランやってましたけども、いやいいですよ。こう、ね、北と南でいい環境で撮影されたいなと思います。まあ、その北ではですね、もちろん水着の撮影もあったんですけども、小樽でですね、こうバーの中で、で撮影という、まあ、ちょっと大人っぽい横山も見られますし、もう沖縄ではですね、こうもちろんですね、水着もあり、そしてこう室内着でこうそうめんを食べるといった涼しげなですね、気候系もありまして、まあ、基本的にはこうやっぱ横山でですね、童顔といったらあれですけども、可愛らしいこう少女のような、まどけない感じがあって、可愛さのある写真集になっているなと思います。このメイキングの DVD をこう見ましてもですね、まあ一番興奮してたのが、フェリーに乗った瞬間ですね。船ですね。まあ初めてフェリーに乗るということでも、非常に大興奮の様子で楽しんでましたね。また自転車に乗ってる場面もあって、久々に乗ったけど楽しかったというふうなですね、発言もありましたし、まあこの写真集撮影非常に楽しんでいらっしゃるということね、イメージでした。まあ笑顔もにっこりにやってますし、こう、キリッとしたですね、こう表情を抑えた、大人っぽい横山っていうのもこう魅力的かなというふうに思っています。まあ基本的には本当可愛いなというふうに写真集でございます。ぜひですね、この18歳、まあ少女から大人になる、まあ本当過渡期の時期のですね、横山玲奈ちゃんですね、ぜひご覧いただいてほしいなと思います。まあというわけで、写真集とまあ個人的な横山との思い出を語りました。まあ非常にですね、個人的な感想や話題で、恐縮でございますが、まあ少しでもですね、横山玲奈さんやモーニング娘。そして、ハロプロのですね、まあ、魅力とかどういう人物か写真集かが伝われば幸いでございます。で本当にですね、横山も可愛いですし、結構やっぱ面白いキャラでございますので、もうぜひ皆様注目してください。横山ね、もう二代目玲奈をいたします。横山レイナをよろしくねってリズムがちょっと崩れましたけども、まあ、田中レイナさんに続いての2代目のレイナ、横山レイナもですね、注目の的でございます。ね。ぜひこの写真集、ね、販売まだしておると思いますので、店頭もしくは今、Amazon のホームページ見てますけど、残り1点入荷予定、まあ、今後あるということで、3000円ちょっとで売られておりますので、ご興味のある方はぜひご購入をお願いいたします。以上ご紹介でございました。最後までお付き合いいただきありがとうございました。よろしければいいねボタン、高評価、そしてチャンネル登録もぜひお願いいたします。またですね、今後写真集は購入予定ございますし、まあ写真集に限らずハロプロの話題もですね、何かあれば随時ご紹介してまいりますので、どうか長いお付き合いよろしくお願いいたします。それではまた。